富士里町にある渓谷。富士里橋の一つ。2004年に指定された秋田、白上県立自然公園に含まれている。画廊の滝はレロウ橋は、白上山地を通り、秋田県と青森県を結ぶ青森県道、秋田県道317号西目や二つ井線沿いの滝の沢にある割れろ大滝や、白井と二段の滝がある渓谷。天然秋田杉が、 板たやかで、栃の木などの紅葉樹の中にあり、昼なお暗い薄っそうとした渓谷である。割れろ大滝浸水公園として整備されている。駐車場などがある入り口から約600メートルの遊歩道があり、20分ほどの森林浴コースとなっている。割れろ大滝は落差12メートルで、滝壺前には不動明王を祀った滝の沢神社がある。白と二段の滝は、 上段と下段の滝の間に奥行きがある二段の滝で割れる大滝より奥へ歩いて約五分のところにある。画廊教の上流部には高山と呼ばれる里山があり約三キロの自然観察路が整備されている。詳細は鉱山を参照がる大滝は江戸時代の旅行家菅山澄が訪れた継承地でもあり滝の沢神社の境内には その時に読んだ和歌の歌碑が設置されている。菅江澄の和歌、霊る雪か花があらぬか山風に誘われて散る滝の、白は、ありがとうございます。